上流側から見た鎌口水門下流側から見た鎌口水門鎌口水門は長野県岡谷市にあり諏訪湖から天竜川が流れ出る地点に位置する水門天竜川の起点である地図諏訪湖には31の河川が流入するが流出河川は天竜川のみである諏訪湖を取り巻く流域面積は湖面積の40倍にもなり大雨が降ると たちまち反乱を招いていた。このため、古くは、天正年間頃から、治水工事に着手。江戸時代、諏訪湖の出口である鎌口の水の流れを円滑にし、諏訪湖の水位を下げる工事が、盛んに行われた。特に、天保年間、伊藤五十六郎が、鎌口の浜中島を撤去した工事は有名である。1968年には、弁天島を取り除くなど、排水を促した。 かつしか北斎の富岳36系新州諏訪湖の中央に描かれているほこは弁天島とされている。九百三十六年に近代的治水設備としての水門が竣工した。だが九百五十年や九百六十一年の洪水では処理能力を発揮できず改築が決定。九百八十八年に放水量六百トン、病の新水門が給水門から 諏訪みずうへ、約80メートルの地点に完成した。これは、旧水門処理能力の3倍にあたる。現在運用されている水門は2段式の6門ゲートになっており、上段はフラップゲート、下段はローラーゲートになっている。通常は、上段ゲートを操作し越し流放流を行っている。水門の南側には、漁船を通すパナマ運河方式の船通し水門がある。 また、北側には、階段状になった漁道が設けられている。鎌口水門の漁道船投資水門魚が、諏訪港天竜川間を行き来するための施設。緩やかな流れになる、よう、階段式になっている。漁道を流れる水量は、毎秒2から4立方メートル、流速は、毎秒2メートル以下になるように作られている。船が、諏訪港天竜川間を行き来するための施設。 諏訪湖と天竜川には約3.5メートルの水位差があるため、パナマ運河方式になっている。鎌口水門水の資料室が設置されており、諏訪湖や鎌口水門、過去の災害に関する資料が展示されている。水門の諏訪湖側には遊歩道の橋が設けられているほか、南側には地元出身の琵琶湖周航の歌の作詞者。 奥口太郎の銅像が立ち、旧水門建設時に、トロッコ牽員で活躍したディーゼル機関車、プリマス号が展示されている。鎌口水門管理事務所では、鎌口水門の水門カードを配布している。鎌口水門すぐ近くの湖畔沿いに、岡谷湖畔公園がある。竹井直也、立川義明、細川宗栄、大和桜井の野外彫刻が展示されているほか、 うなぎの町岡屋の会が混流した、菅の土用牛の日発祥の地と刻まれた記念碑がある。ありがとうございます。